10分で6品完成しました。こんにちは、料理教室のぼんちゃんです。今日は半生キャベツを使ったレシピを6つご紹介します。どれも半生キャベツがあればとっても簡単にできますので、ぜひ作ってみてください。半生キャベツの作り方は別動画にアップしていますので、そちらをご覧ください。概要欄に URL を貼っておきます。シャキシャキとしたリンゴが美味しいリンゴと半生キャベツのフルーツサラダ、アボガドと海苔と半生キャベツのチョレギサラダ、メインになる豚しゃぶと半生キャベツの大根おろしポン酢がけ、冷たくても温かくても美味しいツナと半生キャベツのパスタ、そして中華風浅漬け、コールスローサラダ、こちらをご紹介していきます。ゆでキャベツでもなく生キャベツでもない絶妙な味わいが癖になること間違いなし、ぜひお試しください。最後には好評いただいている娘による実食もありますので、ぜひ最後まで見てください。きゅうりを切ります。人参、塩、これで少し置いときます。きゅうりと人参から水分が出てきたので軽く絞ります。そこに半生キャベツを加えます。ポン酢、ごま油、白ごま、唐辛子、こちらはできれば1時間ほど味をなじませてください。唐辛子の辛みが移ります。中華風浅漬けの完成です。半生キャベツ、アボガド、お醤油、ごま油、すりおろしにんにく、海苔、最後に白ごま、アボカドのコクと海苔の風味が絶妙です。パスタを茹でます。ツナ缶、半生キャベツ、塩コショウ、オリーブオイル、ニンニク少々、辛いのがお好みの方は一味唐辛子、ツナのコクと半生キャベツのシャキシャキ感がよく合います。冷たくてもあったかくても美味しいです。サラダ感覚でもお召し上がりいただけます。半生キャベツ、コーン、マヨネーズ、黒胡椒たっぷり、お塩、甘いコーンがキャベツの甘みを一層引き出します。半生キャベツとコーンのコールスローサラダの出来上がりです。お鍋にお湯を沸かします。お肉入れていきます。ざるにあげます。冷水にとって冷やします。お肉が冷えたらざるにあげて水気を切っておきます。半生キャベツ、お肉、大根おろし、ポン酢をかけて完成です。ボウルに粒マスタード、
お酢、オリーブオイル、塩コショウ、半生キャベツ、リンゴ、これで完成です。シャキシャキとしたリンゴとキャベツの食感がとってもよく合います。10分で6品完成しました。このチャンネルでは秘密の料理術を娘に伝えたいレシピ集とともにお届けしています。この投稿が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。